見える、開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。今日はですね、自己実現の後編に入ります。昨日、前編はですね、この自己実現ってどんな状態かなで、自分の心の選択肢で誰でもこう自己実現に入れますよと。で、今日はその自己実現の上位概念、上の概念ですね、えー、その上の領域があるのかなと。 そのところもですね、心理学のところでちゃんとこう存在しています。そのお話に入っていきます。で、自己実現の上の概念入っていただければ、そこを意図していくと、皆さんがどん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 その領域に入っていって、えー、ますますこう全体にこう運ばれる側に入っていきます。では、画面の共有に入ります。自己実現の後編、自己実現の上の世界というところです。自己実現の上の世界、そんなのあるのかなと思うんですが、 実はですね、この本当の自分を生きている状態で、ぶれていない自分を生きるっていう側のその上の世界、こちらの自己実現がですね、本当の自分を生きるっていう側が、えー、自己実現がぶれていない自分を生きると。それ以上の世界、どんなかなというと、えー、マズロー、5段階の欲求のマズローですね、いつも開花で出てくるのはラズローなんですけども、えー、5段階の欲求で有名なマズロー博士がですね、おっしゃってます。自己の超越、親善美の融合、他人への献身。 H 正直、自然、利己的、個人的動機の彫刻、工事の願望のため、定時の願望を断念、ちょっと言葉難しいです、す後で説明しますね。増大する友情と親切、目標、安,安静、性質、平和と手段、金銭、権力、地位とのやすやすたる区別、敵、残忍、破壊性の現象というところを、えー、自己超越というふうにおっしゃってるんですけども。 この自然美の融合、周りの方々へ自分が貢献していくとで、正直自然。で、利己的、個人的動機の彫刻っていうのは、自分自身のわがままとか、自分個人、俺さえ良ければいいやっていうモチベーションを超えるという状態。で、工事の次元のため、より次元の意識の高い側の目標達成のために、低い次元を諦めると。で、あ、えー、れ出る友情とかですね。で目標が 安静とかあの静かな世界平和な世界と手段権力とか地位をしっかりと区別できますよということをおっしゃってるんですねでマズロー博士の5段階の有名な図がこちらのピラミッドなんですけどもこれご存知の方多いと思うんですが第一の欲求が生理的欲求、えー、睡眠欲と性欲と食欲ですね、えー、を満たしたいとでそれが満たされると安全欲求っていうので この家族、あの、自分の家が欲しいとか、洋服定住したいとか、で、次、社会的欲求、家族とか組織の中にそ一緒にいたいとで。承認欲求を自分が認めてもらいたいとか、えー、評価が欲しいとかっていうところが4番目。で、5番目に自己実現っていうのが出てきます。周りにどう思われようが関係なく、自分自身の本来を生きるというのが自己実現で、 5段階これ1がほぼ満たされてきてから2が満たされて2が大体満たされてから3が満たされていくっていうふうになってるっていうんですねだからこの寝る場所もない食べられないお腹が空いている生きて生きられるかわからないっていうのが満たされていないのに自己実現はなりにくいっていうふうには言われていますでさらに晩年のマズローはですね この自己実現の上、反対側にですね自己超越っていうのをつけています。で、えー、こちらの4段,4段階目までが基本的欲求で、自己実現、自己超越が成長欲求だと。つまり自己実現の上の世界に自己超越っていうのがあるんですね。で、ビクター・フランクルさん、この方はですね、アウシュビッツ収容所の、えー、生存者の方で、ユダヤ人で有名な 心理学者さんで、夜ときりっていう本がです、ね、世界で900万部も販売されてるんですけども、このビクター・フランクルスさん自己超越のことをですね、自己超越という言葉で私が理解しているのは、人間存在は常に自分を超えていると、自分個体を超えていて、もはや自分の個体ではない何か他の人、あること、あるいはある人へ、人間は満たすべき意味、あるいは出会うべき他の人間存在へ、自分の えー、存在人間存在が向けられてますよだから個,人個々人のためじゃないんですよ自分の周りのためにですよっていうことだったり2つ目の自己超越の文章では神が我々によって無意識にのうちに常にすでに思考志を向ける思考をされているというふうに言ってるんですねこれちょっと隣や次のスライドで説明するんですけどもこのフランクルさんが言いたい 自己超越、神が我々によって無意識のうちに常にすでに思考、志を向けるので思考されていると。これ何が言いのと。これ、神っていうのはゼロポイントフィールド側です。アインシュタインとかですね、えーとえー、他の物理学者さんがですね、えー、方がですね、この ゼロポイントフィールド側を神様フィールドっていうふうに言っています。ファ,ファインマンさんですね。があなたこれやってねーっていうふうに皆さんに方向をつけ,けさせられてるっていうのがこの自己超越側ですよ。ゼロポイントフィールド側から頼まれて皆さんが存在してるというのが自己超越と。え、じゃあ自己実現とあんま変わんないじゃんと思うんですが、自己実現は個人が最高の自分を生きると。で 自己超越はこちらの図なんですけども私たちの魂側本来で生きる自分本来の振動数で生きるのが自己実現自己超越はゼロポイントフィールド全体で生きるということはどういうことかというとこの私も娘もワンワンもこの旦那さんもお父さんも全員ですね全員が体なんですけど素粒子で 紐でゼロポイントフィールドなので、みんなゼロポイントフィールド側の存在ですよと。で、そちら側で生きると。で、この私はすべて,てという境地でことを成していくんですが、例えば私がいますと。で、私、まあ女性だとして私がいて、で、娘も私ですよ。旦那さんも私ですよ。父親も私ですよ。お母さんも私ですよ。ワンワンも私ですよ。っていう。 でまあ、この女性が職場に出たら、職場の皆さんも全部私ですよ。その全部が私という境地で自分のミッションを成し遂げていくと。周りに愛を広げていこうと。私の存在で、職場の人たちが、うちの娘が、うちの旦那さんが、うちのお父さんが、みんな愛で広がっていくと。で、その全体が私ですよ。その旦那さんも私の愛を受けて、でお仕事で愛を広げていくと。 で、私が成し遂げていく、地球上で成し遂げていくことを、旦那さんも私だから、旦那さんがえ成し遂げていく。で、その全体が私っていう意識で行動していくという形ですね。で、つまり、この私個人が成し遂げていくだけじゃなくて、私は全員ですよと。で、その全体を通してことを成すと。で、さらには、車も私ですよとか。 建物お家の建物も私ですよと。で、お家の建物も私だから、建物の空気感、フォトン振動数を高めておく。で、車の振動数を高めておく。で、その車に乗る人、その車が走ることによって、周りもどん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 良くなっていく。すべてを通して、事を成すっていうのが、えー、私の自己超越だと。で、これは旦那さんにとってみれば、奥さんは全部僕ですよと。 でお父さんも全部僕ですよ。娘も全部僕ですよと。とその全体を通して僕がことを成し遂げていくと。で個人のお父さんは、あ父親は、えー、パパはですねパパの役,役割をするし、でも奥さんも僕ですよっていう全意識が全体ですよっていうところからことを成すっていうのが自己超越です。自己実現は周りはどうというよりも自分が何かを成し遂げていくのが自己実現。で自己超越は全体を通してことを成すと。 いう感覚ですで。そこが概念が入っていただけるとまたこのスタッフさんとか自分の職場の人たちとか自分の家族の人たちとかみんながこうつながり合っていきますで。皆さんって細胞であり原子であり素粒子でありゼロポイントフィールドですで。皆さんの家族も職場の人もスーパーの人もペットも車も電車も家も全部ゼロポイントフィールドですよ。地球もゼロポイントフィールドですよ。でうん 全体が私っていう境地、意識でですね、ことをなすっていうのが自己超越っていう感覚です。なので、まとめると、自己超越っていうのは、私が自己実現をしながら、もうさらに全体が私ですよっていう意識で、全体とつながり合いながら、ことをなすというのが自己超越っていう概念です。なので、ぜひですね、皆さんが、 この自分自身が個人を生かすだけじゃなくて、自分の家族も全部私ですよ。お父さんお母さんも私ですよ。道行く人も、えー、スーパー、コンビニの店員の方々も、この職場の方々も社長さんも全部私ですよ。で人間だけじゃなくて、犬も車も電車も全部私ですよ。その全体を通して事を成すと。 で、個人は個人で自分のことを成し遂げていく。これが個が全体で全体が個っていう感覚で、えー、ゼロポイントフィールド側で自分の人生を邁進していくと。そうすると、素敵なご縁がね、本当にトン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 ってつながっていきます。自分にできない内容で、これやってもらいたいなーっていう方がふっとこう現れます。そうすると、その全体が私っていう形になっていきますので、えー、ぜひですね、その概念を広げていただければ、素敵なご縁がどん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 広がっていきます。 えおかげさまですね、チャンネル登録が今すごく急激に上がっておりまして、皆様のおかげですごい良い,いペースで上がっております。ありがとうございます。えー、関連動画は、ここのところにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。